オッソーラ勇者ロックマン3ドクター・ワイリーの最後ワイリーメン4かな行くよ。そこに回復したいのもそんなにないんだけど、まあいいか。さてと、簡単なステージばかりで、あー何この人、恐るるにタリーズだったわ、タラズだった。はてな感いらない。よし、あ、無駄に取っちゃった。まあいいか。なんだこいつ流行ってるか。もう、あ、え、誰が投げたの今。くそ、マジか。誰が投げてんの。しかも狙いよかったお。くです、出てくんのか。え、来ないの。何だったんだろう。あー、ボスらしか。まあいいだろう。あ、ちょっとファミコンのカセットの調子が大丈夫か。行くよ。よし、もう帰れない。ちょっと大丈夫ファミコン。ちょっといや、もう最初からやり直すの嫌だお。よし、ここ行けないから普通。さあ、じゃあここは秘密道具使っちゃおう。秘密道具じゃないよ。忍者マン？なんだっけ？とりあえず地べた張ってるから。違うね。違うぞ。待ってよ。スタートボタン押せないじゃん、あるうちはね。忍者マンを後回しにしよう。こっちから行こうか。ソニックマンか。ソニックマンは、それこそあれか、これだ。あ、当てにくいやつは大体違う。忍者マンの武器か。なんだ、合ってんのか、合ってんのか、これ合ってんのかどうかわからない。合ってんのかな。メタルブレード的にみんなにまんべんなく効いてるだけじゃないよね。 こいつ接近したくいいんだよ。絶対違くない。だけど違う。あ、こいつもか。こいつもメタルマンと同じだわ。自分大好きなんだわ。磁石マンか。効かないね。あ、そうか、磁石は電気で狂わせれるはずだわ。多分いいね。特殊武器当てようとするともう全然避けれないんだけど。いるの。マイカ、ミツバッチすら倒せなかったんだわ。あっ、あぶな。もうダメだ、特殊武器すっごい苦手だわ。避けれなくなる。鏡マンか。鏡マンは、ぶち破る的な。絶対違うこんなの。これこそ忍者。どうしようか。鏡は、忍者ブレードで行くわ。なるべ。忍者ブレード。スネークで行くわ。
ちょ、あ、ひどい。まあいいか。あ、ドスコイマン。ドスコイマンはそうだな。磁石。あ、磁石か。よっしゃ、危ない。ゴリ押しでいけたわ。コママン。コママンは、コママンは、これかな？ダメじゃん！そうだな。コママン。コママンはパンチか。あ！パンチだ。ちょ、スライディングするときにパンチが下にずれちゃうんだけど。よっしゃ。近くで打てば、なんとかなるようにしたかった。あ、ダメだ。パンチを打とうとすると、コマアタックが避けれないよ。あ、よし。あ、危なかった。先に打っといてよかった。よし。忍者マン。忍者マンはそうだな。あ、もしかしてタップスピン。はあ、タップスピン。食らった。しかもタップ。ああ、電気マンか。電気マン。電気マン。これかな。あ、違う。当てづらいし、違う。あ、電気玉。違うな、これ違うな。磁石違う。そう、電気が巻く。ん？手裏剣か？手裏剣か？ああ、よし。メタルギアソリッドマンだ。これかな。いや、違う。そもそもさっき食らわしたわ。ヘビにはヘビっていう。え？食らってる？ちょっとメタルマンタイプの自分大好きなのが多いな。あ、どっちだかわかんねえ。よし！結局、本物の弱点武器はなんだかよくわかんなかったけど、まあいいか。磁石マン。磁石マンは、あ、そっか。あ。よし。よし。磁石マン、チョロタンだわ。あ、ソニックマンだ。ソニックマンは、なんだっけ。そうかそうか、自分のクラウンだった。本物は何なんだ、これかな。でしょうね。よし、やめよう。普通に。いや、ほんとなんか今回自己注文じゃない、自分大好きマンがめっちゃ多いよ。どういうこと？よし。ゴリ押して。行くよ。あ、なんだ、そっか、ここでやらせてくんないんだ。タップスピンなんか絶対使わないよ。手裏剣だ。よし。というわけで、とりあえずここで、チャオ。